こんにちは、佐藤ささらです。今回はビットコインの価格が上昇していく理由を7つ挙げていきます。この動画を見るとビットコインの価格が上昇していく理由を様々な視点から知ることができます。ビットコインの価格が上昇していく理由。理由その1、発行上限が設定されている。ビットコインの発行上限は2100万枚に設定されています。これ以下でもなくこれ以上でもありません。そしてビットコインの発行枚数が2100万枚に到達するのはおよそ2140年前後だとされています。ビットコインの発行枚数は2019年に1800万枚に到達して、2022年に1900万枚に到達しています。このペースで発行枚数が増えていくのであれば2100万枚に到達するのは数年先であるように思えますが、約4年に1度の半減期ごとにマイニングによるビットコインの発行枚数が半分になっていくので、2100万枚に到達するのは2140年前後となっています。ちなみに2023年3月時点では1930万枚のビットコインが発行済みです。2140年前後というと100年以上先のことですが、2033年には 99% のビットコインが発行される予定なので、あと10年ほどで実質的にはほぼ全てに近い枚数のビットコインが発行されることになります。では発行上限が設定されていることは分かりましたが、それと価格が上昇していくことにどのような関係があるのでしょうか。それは法定通貨とビットコインを比較してみると分かりやすいと思います。法定通貨は供給量に上限がないのでどんどん増やすことができます。そして増えれば増えるほどその価値は減っていきます。しかしビットコインは2100万枚以上は増えないので、供給量が増えることによる価値の減少がありません。つまり発行枚数が設定されていることに価値を見出した人々がビットコインを購入することが考えられるので、価格上昇につながると考えられるということです。理由その2、半減期ごとにマイナー報酬が減少する。ビットコインにはおよそ4年に1度半減期というものがあり、半減期ごとにマイナー報酬が半分に減少するという仕組みがあります。半減期の日付とマイナー報酬の推移について見てみましょう。一番最初はマイナーがブロックを発見すると 50BTC を得ていました。1回目の半減期は2012年11月にあり、マイナー報酬は 25BTC になりました。2回目の半減期は2016年7月にあり、マイナー報酬は 12.5BTC になりました。3回目の半減期は2020年5月にあり、マイナー報酬は 6.25BTC になりました。4回目の半減期は2024年3月に予定されており、マイナー報酬は 3.125BTC になります。2023年3月時点においてマイナーは新しいブロックを発見すると 6.25BTC を報酬として得ています。これが来年2024年3月頃に予定されている半減期が訪れると報酬が 3.125BTC に減少します。ではこの半減期によるマイナー報酬の減少とビットコインの価格が上昇していくことにどのような関係があるのでしょうか。それにはマイナーの立場になって半減期がどのような意味を持つのか考えてみると分かりやすいと思います。マイナーにとっては半減期が訪れるとそれまで得ていた報酬が文字通り半減してしまいます。単純に収益が半分になるということです。そこでマイナーの立場になって考えてみると、ブロックを発見することによって得たビットコインを半減期前の価格で売却するよりもなるべく高い価格で売却しようとする動機が働きます。高い価格で売却しないとマイナーの収益が減少してしまうからです。ビットコインの価格を決める要因は様々ですが、その中の一つにマイナーによるビットコインの売圧というものがあります。マイナーが報酬で得たビットコインをすぐに売却するよりもなるべくそのまま保持してくれたり、高い価格で売却してくれた方が売り圧が少なくて済むので、半減期はビットコインの価格にとってはプラスの影響を及ぼすと考えられます。ビットコインの半減期と価格上昇の関係性については様々な議論がありますので、
ここで述べたものはあくまでも一つの考え方だと捉えてください。理由その3、需要の増加が見込まれる。ビットコインは現在、世界中に普及していく過程にあります。今後、ビットコインの需要が増加していくと、ビットコインを購入する人や機関投資家が増えていき、価格を上昇させる原動力となると考えられます。では、ビットコインの需要が増加していくと思われる事例を挙げていきます。まず最初に、法定通貨としての採用が挙げられます。現在、ビットコインを法定通貨として採用している国は、エルサルバドル共和国と中央アフリカ共和国の2カ国があります。エルサルバドル共和国は2021年9月7日に、ビットコインを法定通貨に採用し、中央アフリカ共和国は2022年4月27日に、ビットコインを法定通貨に採用しました。次に出稼ぎ労働者による送金が挙げられます。出稼ぎ労働者が稼いだお金を本国に送金する際、金融機関を通して送金を行うと、送金額の平均 7% が送金手数料として取られると、国連は推定しています。ビットコインで送金を行うと、このような高い手数料を取られなくて済みます。しかし、ビットコインで送金を行うには、まず送金を行う側が法定通貨でビットコインを購入して、本国で仕送りを待つ家族に送金、そして受け取った家族がビットコインを売却して法定通貨にする、という手順を踏む必要があると思われます。これは、やろうと思えばできなくはないものの、実際にそれができる環境にある人は、まだまだ限られているのではないでしょうか。さらにビットコインを使いやすく改善していく必要があるでしょう。次に機関投資家の参入が挙げられます。数年前から機関投資家がビットコインに参入してきたら、価格が跳ね上がると言われ続けてきました。数年来仮想通貨のニュースを見てきた私としては、機関投資家の参入は増えてきてはいるものの、まだ本格的に参入してきているとは言えない状況だと思います。その理由としては、やはりアメリカの仮想通貨に対する姿勢が、定まっていないことが挙げられると思います。アメリカが仮想通貨に対して明確な規制を打ち出さないので、機関投資家としても動きづらい状況であることが想像できます。しかし、いつまでも規制が曖昧なままであるとも思えません。現在、SEC とリップル社の裁判など、個別の案件では予期につけ悪しきにつけ進展が見られる事例もあります。アメリカの仮想通貨に対する姿勢が定まらない現状は、決していい状況であるとは言えませんが、逆に言えばそれが解消していくと、事態が好転していくと捉えることもできます。次に決済での使用が挙げられます。ビットコインがお店での決済に使用されると、ビットコインの普及が進み価格にいい影響を及ぼすと考えられます。ビットコインで買い物ができるというと、日本ではビッグカメラしか思いつきませんし、世界的に見てもそれほど多くないのではないかと思われますが、少しずつ導入事例が増えてきています。一つ具体例を挙げると、南アフリカ最大級のスーパーマーケットチェーンであるピックンペイは、1628店舗すべてでビットコイン決済を受け入れていると報告されています。理由その4、右肩上がりに価格が上昇している。ビットコインといえば世間的には、暴騰したり暴落したりしてなんだか危険なもの、というイメージがあるのではないでしょうか。確かにそのような面もありますが、それは短期で見た場合のことであり、数年単位の長期で見た場合は、右肩上がりで価格が上昇しているという事実があります。ビットコインの価格が右肩上がりに上昇しているから、今後も価格が上昇していくだろうというのは、価格上昇の理由としては少し強引だと思いますが、ビットコインがこのような値動きをしているということは、客観的な事実として捉えておくといいと思います。理由その5、機能がアップデートされている。ビットコインは一番最初に登場した仮想通貨なので、他の仮想通貨と比較して決して性能的に、優れているとは言えないところがあります。しかし、過去に回数は少ないですが、大きなアップデートをしていたり、レイヤー2ソリューションの開発が進んでもいます。ビットコインを使いやすく改善することは、価格にとって良い影響があると考えられます。では、ビットコインが過去にどのようなアップデートをしてきたかや、
レイヤー2ソリューションの開発について見ていきましょう。まず最初は、セグウィットです。2017年8月にビットコインの大型アップデート、セグウィットが行われました。セグウィットはセグレゲイテッドウィットネスの略語です。かねてよりビットコインには、一つのブロックに含める情報量が少ないという問題がありましたが、セグウィットに対応をすることにより、一つのブロックにより多くの情報を含められるようになりました。次はタップルートです。2021年11月4日にビットコインの大型アップデート、タップルートが行われました。タップルートでは、シュノア署名と、MASD マークル化抽象構文技を融合することにより、プライバシー機能が改善してスケーラビリティが向上しました。次はライトニングネットワークです。ビットコインは現在、ネットワークが混雑していると、送金時間が長引いたり、送金手数料が高くなる、という問題があります。ライトニングネットワークはレイヤー2ソリューションであり、ビットコインのブロックチェーンで取引を処理するのではなく、サイドチェーンで取引を処理することにより、送金時間を短縮して、送金手数料を安くできる技術です。理由その6、中国とインドの動向。2023年時点において、中国の人口は約14億1千万人、インドの人口は約13億8千万人です。世界の人口は約78億8千万人なので、この2つの国だけで世界の人口の約 35% を占めています。多くの人口を抱える中国とインドの仮想通貨に対する姿勢を見ていきましょう。現在、中国はビットコインの取引を禁止しています。しかし、最近は少し状況が変化してきており、香港での取引が容認されるのではないか、というニュースが流れています。インドは数年前から仮想通貨に対するスタンスが定まっておらず、中国のように全面的に禁止しているわけでもなく、かといって容認しているわけでもない、という状況が続いています。これは私の考えですが、中国とインドはおそらく、中央銀行デジタル通貨と仮想通貨の兼ね合いや、政府が仮想通貨の手綱を握れるか、という点を気にしているのではないかと思われます。まず最初は仮想通貨を禁止、あるいは様子を見て、時期が来れば徐々に容認の方向へ、舵を切るのではないかと思われます。もちろん、そうならない可能性もありますが、香港での取引が容認されるのではないか、というニュースを見ると、中国は容認の方向へ進んでいるように思えます。理由その7、減り続けている。ビットコインは現在マイニングにより増加し続けている一方で、減り続けているという面もあります。減り続けているというのは発行枚数が減るという意味ではなく、実質的に動かされることがなくなってしまうという意味です。具体的にどういうことなのか見ていきましょう。まず、第1にセルフボックスが挙げられます。セルフボックスとはビットコインを間違ったアドレスに送金してしまい、二度とビットコインが戻ってこなくなることです。間違ったアドレスに送金しても、ビットコインが戻ってくる仕組みが、可能かどうかはわかりませんが、そのような仕組みができない限りは、セルフボックスは起こり続けるでしょう。次は、悲しい話になりますが、ビットコインを所持している人が死亡することにより、ビットコインが動かされることがなくなる場合です。個人がウォレットや取引所にビットコインを所持しており、そのことを家族や知人に告げていなかったとしたら、そのビットコインが今後動かされることはほぼないと考えられます。次は、秘密鍵の紛失によりビットコインが動かされることがなくなる場合です。多くの人は秘密鍵を紙に書いたり、テキストデータや画像データで、スマホやパソコンに保管していると思いますが、そのいずれも紛失や破損が起こり得るものばかりです。手の込んだ人は金属のプレートに秘密鍵を掘り、それを銀行の貸金庫に預ける、というニュースを見た記憶がありますが、そこまでする人はほぼいないと言ってもいいと思います。次は、ビットコインをウォレットに所持している人が、そのウォレットを放置したままにすることにより、ビットコインが動かされることがなくなる場合です。これは、ウォレットの存在を忘れてしまったり、スマートフォンを買い替えて、新しいスマートフォンにウォレットをインストールしなくなったり、いくつかのパターンが考えられると思います。エルサルバドルでは国が運営するビットコインウォレット、
一部をダウンロードした人に30ドル分のビットコインが配られましたが、おそらく一定数のビットコインがウォレットに残り、そのまま放置され続けることが考えられます。放置されるビットコインは少額かもしれませんが、ビットコインが普及すればするほどこのようなことが世界中の至るところで起こると思われるので、チリも積もれば山となり、かなりの数量のビットコインが失われてしまうと考えられます。個人的な考えにはなりますが、私はこのビットコインが減り続けている状況は、ビットコインの希少性にとってかなり大きな影響を及ぼすのではないかと思います。まとめ、いかがだったでしょうか。ビットコインの価格が上昇していく7つの理由を挙げましたが、大きな枠で捉えると、ビットコインの価格が上昇していくためにはビットコインの需要が増えるということが大事なのだと思いました。皆さんはビットコインの価格が上昇していくためには何が大事、あるいは必要だと思われますか？よろしければコメント欄で考えを聞かせていただけると嬉しく思います。今回はビットコインの価格が上昇していくであろう理由をお届けしましたが、もちろん必ず上昇していくとは限りません。またこの動画はビットコインの購入を勧めるものではありませんので、ビットコインを購入される際はご自身でよく考えたり調査されることをお勧めいたします。この動画と同じ内容のブログ記事の URL は説明欄に記載いたしております。また Twitter では動画投稿をお知らせしておりますので、よろしければフォローをお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。この動画の内容がいいと思ったら高評価ボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。